ペーパープリーズやっていきましょう。そう、前回あのエンディング迎えて、あれね、赤の人をあの麻酔銃で撃ったら逮捕されて、そう、そっからやり直しになったんだよね。ポリオウイルス合衆連邦で、あれ、これ読んだっけ、この新聞読んだような気がするな。いや、なんかもう1日空いただけですげえ全部忘れてる。あ、そうだそうだ。で、この人を撃っちゃダメっていうことで、はい、ちょっと撃たない方向でじゃあやっていきましょう。な、ああ走ってる走ってる、よしよしよし塀を乗り越える前見つけたぞお前。はい、麻酔銃構えて、こいつだけ仕留める。で、赤いやつが こいつなんでちょっと一瞬待つんだよ、撃たれるの。あれ罠だろ、あんな、なんか、あ、撃たなきゃいけないのかなってなるわ。ちょっとロット級の住居に転居可能。お、すげえ、え、ロット級いけんの、え、やばくね、ロット級おいもう住宅で俺にマウント取れるやついなくなるんじゃないか、これ。引っ越そっかな、引っ越そっかな、引っ越そっかな。正直金にめっちゃ余裕あるんだよな。なあこのイケメン審査官、引っ越しちゃおう、引っ越しようぜみんな。いや、これも真面目に真面目に賄賂集めた結果だな壁は保たれるか、国境地域の安全に募る不信の声、不信の声。結構情勢やばいんだこの辺、国境の辺。そっか、なんか過激派のなやつらとかちょこちょこ出てきてるもんな。最近の一連の事件に関し、アルタン地区住民に容疑がかけられた。情報省から協力を要請されている。審査室に押収書類用の特別な引き出しを設置した。何、押収書類。規則書に押収手順に関する情報が追記された。アルタン地区の全住民からアルストツカ国のパスポートを押収せよ。パスポート、パスポートを押収しても他の規則に違反していなければ入国は許可される。パスポートのない者の入国許可及び拒否には押収伝票発行せよ、アルストツカ国。これどういうこと、ちょっと待って。パスポートを押収して、あ、でも規則 OK なら通してってこと、そのアルタン地区の ID でアルタン住民か確認、押収品の引き出しにパスポート、あ、これか、引き出し、おおこんな引き出しあったんですね。あ、なるほど、ここにパスポート入れろと、アルタン地区の。逮捕する際は拘束前に押収せよ。なるほどね。あ、で指名手配犯と。いや、ちょっと待って、また今日も増えてんじゃん。いや、これ押収1回につき5ドルとかもらえますね、部長。それだと俺めっちゃ真面目やりますよこれ金もらえんのかな、なんか押収手当みたいな。え、次、まあ、とりあえず言われたことはやるけどさ、罰金になるからさ、はい、書類出してね。おい、アルタン地区住民じゃねえか。いや、そう、絶対1人目チュートリアル入国者来るんだよな、なんか分かってきたわ。あ、で、こんな感じで入れられるわけね。おー、入った入った、はいは。あ、で、代わりにこのビザを、ちょっと待って、ちゃんと見てない。ちゃんと見ないとダメなんでしょ。名前、はい、データ1で、男、この人男、あ、男なんだ。女性に見えましたね一瞬。あ、大丈夫か、あ、そう。じゃあ入国は OK ってことかな、他は大丈夫そうだよな。じゃあこのパスポートだけ押収して、代わりにこのビザを押して、で、これで通すってことか。ありがとう、やっぱり祖国はいいね。パスポート返してください。押収されました、ごめん、押収したんだよ。どういうことですか。返還については伝票番号に問い合わせてください。いや、ただ返してくれる、じゃあ揉めてんじゃん、パスポートもらうぞ。いや、ちょ、高速、あ、マジでしていいの、おい、ゲットだ。おい、で、窓口で揉めてんじゃねえよ、後ろが使えてんだからよ。おい、窓口で5秒以上揉めたやつは高速だ、いいか、後ろのやつもよく聞いとけよ高速だからな、5秒以上揉めたらな。俺の賄賂になりたくなかったらおとなしく言うこと聞けよ、いいなオッケー、はい、次さてさて、まあでもこれで5ドルの布石が、あと1人捕まえたら5ドルになるからな。はい、こんにちは、顔長えな。ここに引っ越すんです、はあ、引っ越しね、この時期にね。データ1、はい、1、特徴、顎ひげって、いや、顎ひげってレベルじゃないけどな、こいつのひげ。大丈夫そうかな、期日とかも。これ合衆連邦だろ。グレートラピッド、はいはい、グレートラピッドから来たのか、お前。グレートラピッドにお前みたいなやついたか。入国許可証も、はい、オッケーね、これマークあるね。
えー、じゃあ OK か。しょうもねえやつだなお前悪そうな顔してんだからなんかやっとけよお前。当検問所は犯罪者ウェルカムだぞ。そんな遠慮すんなお前ら、バンバン来いはい、書類よ。入国の目的は乗り継ぎで通過ね。滞在期間は数日間と。身長と体重 OK そうね。で、名前アレックス大丈夫か。でパス番はい大丈夫と。で期日も切れてないし、これはコレチア、コレチアここね。ベドールから来たわけね。はい来たわけね。大丈夫か、大丈夫なの。お利口さんかよおいお前の検問人生それでいいのか。なんか爪痕残そうみたいなないわけこの検問所には。あー兄貴お疲れ様です。お疲れ様でございます。機会を逃した。赤の男は生き延びた。あ、まあ撃ってないですからね今回。今度はコレチアのエジック工作員を狙う。計画変更。え、また誰か人狙うの。いや、じゃあ兄貴もうやめましょうよこういうの。これ押収できないの、無理かいや、じゃあ兄貴もさ、まっとうなさ人生歩まないですか。ちょっと言っときますよ俺部長に。就職先探してたら言ってくださいね本当に。いや、なんかもうエジックに協力するの嫌になってきたな。だって身代わりみたいにされるもんな。はい、こんにちは。滞在期間数日ね。で期限も大丈夫で、身長 OK、 体重 OK と。で名前大丈夫、パス番も大丈夫。ちょっとなんか大丈夫なやつ多いな今日。大丈夫なやつ多いわ。なんかおかわいいことおかわいいことですわ。なんか今日入国者の方々が私のお賄賂になる度胸もありませんのね。いや本当に本当になんか いい子ちゃんですわね今日の入国者の方ね。はい、どってよしよ。はい、問題起こさないようにね。そうやってアルストツカでも小市民として過ごしているがいいわ、あなたのような方は。はい、書類をお出しになって。お嬢様検査官ですわ。じゃあアルタン地区からいらっしゃってるわー皆さんお笑いになってニュースを見ていらっしゃらなくてよこの人。まあでもとりあえずね、あのそれ以外の犯罪があるかもしれないから見ておくわ。大丈夫かしら、大丈夫かしら、他大丈夫かしら。はい、じゃあパスポートだけもらうわよこれね。はいはいはい、じゃあこれね。はい、これポン押してね。はい、取ってよしよ。私のパスポートねえですわ、ねえですわ、欧州ですわ。どうやってだ、知らねえですわ、帰れですわ、さっさと取れですわ。小汚ねえ靴で私の検問所汚さねえでもらえます、さっさと取れですわ。取るために来たんだろうがはい、書類よ。オクトバリス地区どこですのそのクソ田舎は。ちょ、名前が違いましてよお犯罪を大貸しになっていらっしゃるんでなくって、これ汚ねえ指ですわね荒いですわ。あ、一致してんのかよですわ。じゃ、なんで名前ちょややこしいですわね、もう本当に。庶民のくせに別名名乗るとか生意気ですわ、生意気ですわ。パラディズナ、パラディズナどこですのそのクソ田舎は聞いたことがありませんわ。大丈夫なの。はい、取ってよしよ。じゃあ早く行きなさい。もうくせえですわてめえの口から漏れ出る CO2 がよあ、おっちゃん来た。あ、こんにちは。また会えて嬉しいぞ。今日は観光に来た。全部バッチリ大丈夫。本当か？指名手配とかされて。いや、されてるー、ちょっと。いや、何その振り。めちゃくちゃ指名手配されてんだ。ちょ、おっちゃん。後方に指名手配犯として掲載されてます。え、バカみたいに口止め料払ったんだがな。後方のせないって約束だった人を簡単に。え？いや、賄賂は賄賂。賄賂あったらおっちゃん通すよ。え、ないの？今日賄賂。え、じゃあダメだね。すまない、ジョルジ。分かったよ、ほとんどの警察俺知ってる。少し警察とおしゃべりしてくるしかしまあお前の仕事大変な仕事だ。薬言ってる方がマシ。なんか同情されたんだけど。え、なんかめちゃくちゃ余裕じゃんおっちゃん。警察と知り合いってもう何回も捕まってるってことか。じゃあ入国の目的は亡命。いや、てかちょっと待て、顔がちげえますわよ。いきなりどうなってますのあなた。年月は残酷ですね。いや、苦しいですわ言い訳が。庶民の言い訳は聞くに値しませんわ。はい、指紋ね、これね。しょうもねえ指紋ですわ。はい、不審ですわね。おかわいいこと。おかわいい嘘つかれること。はい、連れておき。
もう犬の餌にしておしまい、うちのジョンの餌にしておしまい、私が許しますわ。お嬢様審査官楽しいなこれな。はい、こんにちは。顔がいかちいですわ。主人と一緒に住むために来ました。本当ですの？想像上の主人ではなくって。はい、データ1、はい、パス番も1、身長 OK、 体重 OK、 期日も OK ですわね。ここまでは OK ですわよ。アンテグリア、英語で書くなですわ、ややこしいから。はい、データ1、しょうもねえですわね。犯罪犯せですわ、マジで。大貸しになれですわ。はい、次。待たせないでください。このインターバルが無駄ですわ。もうギュギュッと詰めて立って、お並びになって、ギュギュッと詰めてもっと。はい、定時ですわ、定時ですわ、帰りますわよ。パパッと終わらせて帰りますわよ。はい、名前。はい、1、バス番。はい、1、なんか一致してそうですわね、お前もね。身長 OK、はい、体重 OK。違う、引き出しの取っ手の位置おかしいですわよ、これ。変えなさい、これ。触っちゃいますわ。ツンケイド。ツンケイドってな、なんかもう、国名がふざけてますわね。オッケーですわ。はい、取ってよし。はい、行って。もうしょうもねえですわ。今日、なんか、犯罪者少なくありませんことでしたの？ちょ、高速手当5手。ちょ、押しけになってますわ、お手当が。血服紙も買えねえですわ、こんな額じゃ。滑臭連邦、伝染病前の危機。一時は抑止されたポリオウイルス逆襲。あ、このウイルスのニュースね、時折なんか新聞に載ってるけど大丈夫なのかな。ちょっとお嬢様審査官この辺にしとくか。しつこいって言われそうだから。あ、てかなんだっけ、セルジュ来た。ウイス、いや元気かい。元気だよ。お嬢様になったりしてメリハリつけてる。ちょっと頼みがあるんだ。戦時中綺麗な女の子と出会ってね。うん、彼女のことが頭から離れない。え、ようやくこっちに来られると昨日連絡があったんだ。連絡先知ってんのかよ。頼む、どうか彼女を通してほしい。彼女の名はエリサだ。え、うわ、なに、ん。なんだこれ。え、これエリサ。いや、何ペンダント作ってんのよ、キモいな。トゥーセルジュフロムユアエリサ。あ、エリサからもらったの。 I love you always。 あ、な、あ、え、付き合ってるってこと。もえ、言えよ、じゃあ、そういう風に。なんか、セルジュが一方的に好きみたいだったじゃん、言い方的に。あ、この子通せって。ちょっと待ってよ。合衆連邦国民は伝染病の疾患を流行させる恐れがある。合衆連邦からの入国希望者は全て拒否すること。ほうほう。アルタン地区住民からは引き続きアルストツカのパスポートを押収すること。アルストツカにエコアレ。エコアレ、なるほど。合衆連邦をその拒否するわけね、ウイルスが蔓延してるから。オッケー、わかりました。え、このセルジュの恋人なのかな、どうしよっかな。いや、まあでもセルジュに別に借りはないけどさ、セルジュいいやつだから、まあちょっと叶えてやりたい気持ちはあるな。まあ来てから考えるか。このエリサがどういう子かにもよるよな。ちゃんといい子かどうかも俺が見極めてやらないと。おい、ちょ待て、いきなりお前。おい、指名手配犯が一発目に来るか。おい、前もあったな、でも確かにそのパターン。一回それで俺が逃したから二回目もいけると思ってきたわけ。甘いわマジ。キャラメルフラペチーノエクストラシロップエクストラソースより甘いわ、お前の考え方は。はい、入国の目的は乗り継ぎね。はい、滞在期間は2週間。乗り継ぎのくせに2週間も滞在すんの。おばちゃん怪しいな、なんか。データ1ね。データ1んーで、期限も大丈夫で、身長体重も OK で、インポールね、インポール。これでツンケイド、変な名前だね。はい、 OK ね。じゃあ OK か。ちょっと待ってよ、入国許可証も見よう。大丈夫そうだな、大丈夫か。よし。あ、違う、引き出しの位置変えてくれなさい、マジ部長。取ってここ触っちゃいますわ。ここいつも規則書置くようにしてるんですよ、俺。ちょっと邪魔っすわ、この位置。はい、次。なんだっけ、合衆連邦通しちゃダメなんだよな。な、だったよな。合衆連邦青色。入国の目的は他国への乗り継ぎ。乗り継ぎ多いな。滞在期間は半月。いや、めっちゃ滞在するじゃん、乗り継ぎのくせにさ。そんな乗り継ぎの仕方あるか。なんか流行ってんの、そういう乗り継ぎの仕方が。はい、OK ね。期日も OK そうで。
でこれがどこだ、アンテグリアのアウターグラウス、はいアウターグラウス、はいオッケー、オッケーで一応書類も見とくか。あーちょ待てよ、あないね印象ないねお姉さんね、印象がない、印象を受けるねこの書類ね、何を言って、あいこいつくれゲットだ、連れてけ、こいつもかっぱ寿司の地下の強制労働所に連れて行け、そこでカッパに変えられて一生寿司を握り続けるんだ。あのかっぱ寿司の酢飯の味はカッパたちの涙の味ですからねはいこんにちは、えパスポートだっけ、んこれここや、あ何これ、えあなたはまるで暑い日、あ、あ、なにこれ、私の欲望そのもの、いやなになになに、ね、怖い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 、なにこれ、え捕まえて私の心、いやなんで意味がわかんねえ、どういうこと、あビザを認めてね、いや認めるか帰れバカ、もうそこ帰るもん、あんな素敵な手紙、いやなんだよこれ意味わかんねえよ、あラブレター、いやこれ持って帰るよ、ちょっとなんで拒否自由の結論、いやいやこれ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 っすよ、これ以外ありますか、いや何だったの、なんかポエム渡して許されようとしてきたのなんだよこれ、てか持って帰れよマジで、はい入国の目的は観光行きました、うん、あーてか待てこれ合衆連邦だろこの青色のパスポートは、おい入れないんだよ、ニュース見たかな、ちゃんと今朝のニュース、はい帰って行ってね、これをね自由も押してねちゃんとね、はい帰れ、はい帰れ、アルストスカに病気を持ち込まないでください、え私は至って健康ですが、入国拒否するのは簡単なんですね、用意した書類全部ないの、はいごめんね、うちあの愚痴聞く窓口じゃないんでねはいこんにちは、書類を、入国の目的は乗り継ぎです、乗り継ぎ、乗り継ぎ多いな、滞在期間は数日、顔一緒これ、顔一緒、一緒か、あ最悪の人生さ、誰も愛してくれない、あそうなんだ、えこれいる、これ、お、え、渡せる、え、マジ、え、これ、渡したらなんか変に、え、でも渡せるわ、私に、うん、え、あげる、暑い日、欲望、あ、ちょっと待って、え、これやばい、こ、違う、いや、こんな素敵なこと今まで言われたことない、ビザのところがよくわからん、あ、ありがとう、え、なんかくれた、あ、え、なんかメダルくれた、どうも、あ、本気にはされなかったってことかな、これ、あ、よかった、冗談だと思われたかな、あ、よかった、ちょっと、でも怖いからちょっと閉めとこう名前、データ1、パス番、あれじゃあパス番、おいおかしいぞお前、広告1がってますね、そんな集まりません、正義の人、あーダメだ変な手紙渡しといて、でもきっちり拘束はすると、はい連れてけこいつ、しょうもない、なんか愛を求めてるらしいから、その拘束室でなたっぷり話聞いてもらえよ、二人きりでな、はい書類よ、あ、アルタン地区だ、アルタン地区は拘束しないといけないんだよな、身長 OK、 体重 OK で、アルストスカのオーベクボノあるね、オーベクボノもあると、この押収する人はまあ大体セーフってことなのかな、まあとりあえずこれはもらっといて、で入国ビザで押すと、はい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 、取ってね、パスポートは、いやもう知っとけよ、昨日からやってんだからこの押収、こんなことしていいんですか、いいんですカビラちゃん、はい次、ちょマジでさ犯罪犯してるやつ来ねえな、あでもさっき来たか、書類を、はい入国の目的は、あ出た、外交官、外交会談のため呼ばれました、んディミトリーは元ディミトリー彼にお似合い場所ね、きっと今もひどい上官でしょう、いや誰ディミトリー、俺の知ってるディミトリは一人しかいないけどいやてかちょっと待って、ここはあのアルストスカの名前入ってないね、おばちゃん、これダメでしょ、多分これはダメだよな、入国できないな、不審だね、本国での外交特権がありません、責任者に確認してください、あら私ならそうはしないわ、ディミトリは人を許したりしない、あいや拘束だ誰だよディミトリ、マジで私はバカじゃない、残念だけど大変なのは私じゃないしね、ディミトリ、いやディミトリ、ディミトリうるせえな、なんなんだよこいつ風化雪月大好きおばさんかよいやてか何この世界にもディミトリいんの、いやでかっ圧がすごいな、観光に来ただけ、はい滞在期間は半月、おいてか待って体重違うぞ、いきなり3キロ違うぞ、でも105キロってすげえな、はい一応検査するからね、そっち向けてね、身長187、体重105ってすげえなものすごいでかいなこのおっさん、
縦にも横にも。はい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 。裏はーい、なんかうんこついてるねはい、このうんこね、高速しようね、うんこつけて入っちゃダメなんだよね、うちはね。はい、密輸品、密輸品、これ密輸、はい持ってけ、連れてけこいつ。もう密輸は一切認められません。見えてるんですか？見えてるわ。ゲットだぜ。たく庶民はしょうもねえ方法で小銭稼ごうとしやがりますわはい次。いやでもさ、やっぱめちゃくちゃ慣れてきたな。もうだってここまでノーミスだぞ俺。入国の目的は他国への乗り継ぎ、はい、滞在期間は2日間。怪しいなお前。やっぱこうやって誰が来ても怪しいと思ってかかるっていうのが大事かもしれない。こいつはなんか犯してるだろうっていう、うん、こういうのがね大事かもね意外とこれがいい方向に作用してるかもしれないな、この偏見だらけの検査官のこのスタンスが。オブリスタンのメルジェロス、はいオッケーね。いや本当に大丈夫なのかお前。今この場で犯罪がなくてもさ、なんか過去にお前モンスターファーム借りパクしたりとかしてただろそういうのも俺は見抜くからなちょっと待って、嘘マジ偽造されたマジかくそ調子乗ったー、くそーノーミスで調子乗ってた。いやダメだ、気引き締めていこう。もう最後の一人だけど。はいデータ一致、はいデータ一致。お前怪しい。あーちょ待って、メガネ、おいメガネかけてなくね。あ、初めてここで不審検知したわ。変わりましたから。まあ、ほんとか、お前ほんとはメガネなんてかけてねえんじゃねえのか、最初からよ。別人のものじゃないのか、これ。一致してんのかーい。じゃ、メガネかけてこいよ。いや、お前メガネキャラとして認識されてんだから。そういうことだろ、ここに特徴としてメガネかかれるってことは、お前普段メガネキャラなんだろ。いやじゃあメガネかけてこい。なんで今日かけてこなかったんだよ。え、じゃあオッケーなのこの人。国もオッケーだったしな今。あ、じゃあ通ってよし。おいメガネかけてこいよ次な。それはメガネキャラがメガネ突然かけてこなくなったらなんか あったのかなってなるよ。それは不審だなってなるよ。え、てか待って、あのセルジューの恋人来なかったな。あれ今日じゃない買ったってこと、来るの見落としてはないと思うんだけどな。